ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。結婚っていいわよね。突然どうしたんだ。やっぱり憧れちゃうじゃない。いつかは私も。って思っちゃうわ。まあ結婚すること自体は良いことだしな。その後どうなるかは本人たち次第だろうが。新婚さんいらっしゃいって番組にも色々な夫婦が出ているわよね。中にはこれはちょっと、みたいな夫婦もいたのかしら？まあどう思うかは人それぞれだが、なかなか印象に残る夫婦は結構いたんだぜ。そうなの？どんな夫婦だったのかしら、知りたいわ。いいぜ、今回は新婚さんいらっしゃいに登場した、印象に残る夫婦を何組か紹介していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。始める前に少し寄り道をしておこう。そもそも新婚さんいらっしゃいという番組は、1971年より始まった、新婚さんに様々なエピソードを語ってもらうという内容だ。現在の司会はお笑いタレントの藤井隆さんと井上咲さんだが、2022年3月放送分までは、落語家の桂文枝師匠とタレントの山瀬まみさんが務めていたぜ。新婚さんいらっしゃいは文枝師匠のイメージね、いつ頃から司会だったのかしら？文枝師匠は第1回の1971年1月31日から、2022年3月27日までの51年間だ。これは日本のバラエティにおいて最長記録で、同一司会者によるトーク番組の最長放送として、ギネス世界記録に認定されているんだぜ。そもそもずっと文枝師匠だったのね。それにしてもギネス記録ってすごいわねー。文枝師匠と山瀬まみさんの組み合わせをイメージする人が多いと思うが、あの組み合わせも1997年から約25年続いてるんだ。番組の半分くらいはあの二人だったのね。では話を戻して紹介していこう。最初に紹介するのは2015年3月1日放送回。この日出演した二人はなんと兄弟だったんだ。兄弟？でもそれって結婚できないんじゃ。実はこの兄弟、実の兄妹ではなく義兄弟だったんだ。血のつながりはなかったんだ。なるほど、両親の連れ子だったのね。旦那が二十歳、妻が十歳の頃に旦那の母と妻の父が再婚して、二人は兄弟となったわけだ。十歳差の夫婦自体はいるけれど、当時は奥さんも十歳だしそういう関係にはならなさそうよね。そうだな、実際旦那の方は特に何も思っていなかったそうだ。旦那の方はって、奥さんはもしかして違ったの？妻の方は兄のことをかっこいいと思っていて、少女漫画やアニメにありそうな、お兄ちゃんとの禁断のストーリーに期待を膨らませていたそうで。両親がいない時には兄に迫られるんじゃないかと妄想しては、ワクワクしていたそうだ。なかなか妄想力のたくましい奥さんね。実際結婚したってことはそういう展開になったのかしら。後々にはな、でも最初はそうはならなかったんだ。そもそも兄はこの頃他の女性と結婚していてな、一緒に暮らしてすらいなかったそうだ。その後兄は離婚して実家に戻ってきたものの、妹が期待していたような展開にはならなかったんだ。まあそりゃそうよね、それが普通だわ。妹の思いが報われたのは兄が31歳、妹が21歳の時だ。一体何があったのかしら？酒に酔った兄が妹に、チューしていいか？と尋ねたそうだ。妹は少女漫画のお約束を守って、一度は、ダメよ私たち兄弟なんだからと断ったそうだが、兄は一度だけだからと食い下がり、そこから二人のストーリーが始まったというわけだ。本当に少女漫画みたいな展開ね、もちろん望んだ展開ではあったのだろうけれど、次に紹介するのは2014年6月8日放送回。この日出演した夫婦は、特に奥さんのインパクトがすごかったぜ。非常に恰幅のいい、旦那よりも一回りも二回りも大きい奥さんは視聴者にも非常に印象的だった。体の大きい人ってそれだけで印象に残るわよね。放送後には5チャンネルにて、裏で権力が動いとるんやろな、実家の資産が50億なら考えてもいいレベルといった書き込みが見られたぜ。さすがに失礼じゃない？異性の好みなんて人それぞれなのよ。旦那さんの好きなタイプの女性だったからこうやって結婚しているわけだしね。確かに旦那は番組の中で妻のことをタイプだったと話していたぜ。とはいえ一般的な感性も持った旦那だと思うぜ。どうして？好きな芸能人を聞かれて荒垣結衣と答えていたからな。なかなかストライクゾーンの広い旦那さんね。ちなみにこの妻、八橋手まりさんというお笑いタレントの方なんだ。あ、芸人さんだったのね。他にも月曜から夜更かしにて、セーラームーンのコスプレをしながらインタビューに答えていたり、水曜日のダウンタウンにも逆、美女と野獣として出演していたりするぜ。見た目こそ印象的だが彼氏が途絶えたことがなく、たくさん恋愛をしてきたそうだ。女は愛嬌ってね、芸人をやっているくらいだし一緒にいて笑顔になれるような女性なんでしょうね。次は2015年11月22日放送回。この日の一組目の奥さんは、番組史上最高の美女と呼ばれるほどの女性だったんだ。すごいわねー、旦那さんよく捕まえられたわね。
嫁がとても美人で褒められるので、旦那も誇らしくてどんどん饒舌になっていくんだ。そもそも二人が出会ったのは、旦那がマスターを務めるバーにて開かれたハロウィンイベント。そのイベントに奥さんは悪魔のコスプレをして参加していたんだが、旦那曰く、そのコスチュームがピーッパイが半分出ていたんだそうだ。何言ってるのよ。まあでもそんなセクシーな衣装で現れたから、旦那さんもメロメロだったんでしょうね。だろうな、でも旦那の方も負けてはいないんだぜ。どういうこと？実は旦那は元、ジュノンボーイなんだぜ。そうだったの？ジュノンボーイ審査員特別賞で芸能界に入り、17年ほど俳優をやっていたんだそうだ。美男美女夫婦ってことねー、憧れちゃうわ。美女つながりでもう一つ紹介しよう。2016年頃に登場した夫婦だ。奥さんの方はアイドルのような非常に可愛らしい容姿で、視聴者も大興奮だったんだが、旦那の方は一概にイケメンとは言い難く、ネット上では、罰ゲームだろなどと言われていたぜ。相変わらずネット民は失礼ね。その人の良さがあったから奥さんも結婚を決めたんでしょ。旦那の職業が公務員だったことから、公務員最強かよ、男は金とはこのこと、なんて言われていたりもしたぜ。奥さんがあまりに可愛いから嫉妬しているのね。でも収入が高いっていうのは立派なステータスの一つよ。そうだな、公務員として働いているのは旦那の努力の結果だろうしな。ただ実際には奥さんの方もそこまで美人というわけではないそうだ。ネット民が嫉妬するほどだったのに、旦那曰くメイクを取ったら別人なんだそうだ。彼は妻のパッチリした目、それに涙袋がとても可愛いと思っていたそうなんだが、二重も涙袋もアイ口やメイクで作ったものだったらしい。なるほど、そういうことだったのね。旦那は、詐欺やと思いました。全然違います、と話していたが、それだけメイクが上手いということだな。ちなみにメイクには最長6時間かかるんだそうだ。6時間？さすがに長すぎじゃない？というかさすがにそれは上手とは言い難いような。まあでもその努力の甲斐あって、公務員の旦那さんを捕まえられたんだものね。奥さんの誇れるポイントよね。お次に紹介するのはおそらく、最も物議を醸した回の一つだ。なんだか聞く前から不安になってきたわね。2015年12月13日放送のこの回に登場した夫婦、一見なんてことはない普通の夫婦に見えるんだが、旦那の言動が擁護できないものだった。ネットを通じて郵便局で働いているという旦那と知り合った妻。妻には結婚して専業主婦になるという夢があり、郵便局員が相手ならそれも叶うだろうと結婚を決意した。郵便局なら安定しているし専業主婦も夢じゃないわね。まあそれが事実だったらの話だがな。どういうこと？結婚後に旦那の給与明細を見てみると、なんと手取りが13万しかなかったらしいんだ。え？郵便局員でそれってとっても低くないかしら？実は旦那は郵便局員ではなく、郵メイトと呼ばれる契約社員だったんだ。なるほど、それを分かって黙っていたのだから、奥さんは騙されていたんだしとっても気分が悪いわね。本人も、騙されたと感じたそうだ。結局専業主婦にはなれず、介護の仕事をしているそうだ。旦那の方は郵便局を辞めて違うところで正社員を目指せばいいんじゃないのかしら？そう思い至ったのか、旦那は実際郵便局を辞めて就職活動に取り組んでいくんだが、就職は難航、結局旦那は無職になってしまうんだ。一応仕事自体はたくさんあるのだろうけれどね、何が原因だったのかしら？まあ結局のところは旦那にやる気がない、この一点に尽きるだろう。奥さんが勧めた仕事も、何かと理由をつけて全て断ってしまっている。え、そうなの？内容については番組内で語られていたぜ。妻が、工場のラインとかどう？と聞くと、長時間たたみゃいけんけい疲れると答え、じゃあ他に配送の仕事とかどう？と聞くと、俺、ミッションの車運転できんと答える。じゃあタクシーの運転手は？と聞くと、夜酔いつぶれの客が絡んでくる気、やだといい。私がやっとる介護の仕事は？と聞くと、腰が痛なるけいやじゃと答える。じゃあなんだったらできるのよ。実際妻も同じことを旦那に向かって言い放っていたぜ。会場は大爆笑だったが、この調子じゃ何の仕事もできなさそうというか、一生働かなさそうよね。言い方はあれだけど、だいぶ外れよね。まあ今は仕事を見つけて働いているのかもしれないぜ。もちろん離婚してしまった、なんてこともありえるがな。奥さんも結婚する前にもうちょっと旦那さんのことを知っておくべきだったわね。とはいえ放送中にも就職活動をしていたからな。公共の電波を使って全国の社長に、全国の社長の皆さん、やる気はあります。人のためになる仕事がしたいですと訴えたんだ。まあアピールすることは良いことよね。あと気楽な仕事で、まあ1日8時間以内で、週休2日制で、できれば、月に40万ください、と続けたんだがな。ズーズーしすぎでしょ、ただでさえ難癖つけて何もしてこなかったくせに。そんな人を好待遇で雇うところなんてあるわけないじゃないの。思わず分子師匠も椅子から転げ落ちる主張だったぜ。
その後、コツコツ、コツコツ、辛い仕事をしながら上を目指していくような気持ちを持ちなさいと、説教していたぜ。次に紹介するのは2012年2月5日放送回。かなり年齢の若い夫婦だが、どことなく二人は似ているようにも見える。実はこの夫婦、いとこ同士だったんだ。いとこ同士？まあ法律的には大丈夫だけれど、相当珍しいケースよね。どういう流れだったのかしら。妻の方が旦那に一目惚れだったんだそうだ。当時旦那は中学3年生、妻は小学6年生で、その1年後に手紙で、いとこでもいいなら付き合ってくださいと告白したそうだ。ご両親とか周囲の人たちはよく許したわね。実際妻のお父さんの方は怒ったそうだが、それでも恋愛をすること自体は良いことだと認めてくれたらしい。でも結局結婚しちゃったのよね。何があったのかしら？妻が高校1年生の頃に子供ができちゃったらしいんだ。いわゆる、できちゃった婚だな。え、早すぎるわよ。学校だってまだ通ってるじゃない。実は交際の条件に妊娠しないことというのがあったんだが、いざ発覚すると妻のお父さんは笑っていたそうだ。意外な反応ね、おおらかというか。高校も高い学費を払わなくて済むと、大学をすんなり認めてくれたそうだ。すごいお父さんね。最後に紹介するのは2019年12月8日放送回、番組史上最高齢の夫婦だ。最高齢って言うとどれくらいかしら？ 60 代？旦那の方が10万29歳、妻が10万25歳だ。めちゃくちゃな数字ね。でも10万ってもしかして世紀末のファンだったりするのかしら？正解だ。それにあやかって10万歳としていたわけだな。ちなみにフェイスペイントも再現して登場したぜ。仲のいい夫婦ね。出会いも世紀末絡みなのかしら？初めて対面したのはライブ会場で、お互い白塗りの悪魔姿だったそうだ。ライブ後にその格好のままカラオケに行って、旦那の方が告白して交際が始まったらしい。妻はその時に、お前に口づけをしてやろうかと悪魔風に迫ったそうだぜ。面白いことをする奥さんね。ファンの鏡って感じだわ。ちなみに普段から家にいる時も白塗りで、そのまま料理なんかをしているらしい。そんなにやらなくてもいいと思うけれどね。今回は新婚さんいらっしゃいに登場した様々な夫婦について紹介してきたぜ。結婚は良いことだけれど色々考えさせられるところもたくさんあったわね。確かにな。それじゃ今回の動画はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。